はい、こんにちは。今回の映像は、新しいチャンネル作りましたという、ご紹介ですね、ご案内ですね。COC の方は、昔からずっと学校の比較とか、5科目の、ね、映像とか、昔は東大の過去問とか、東工大とか医科歯科なんかも挙げましたけど、ポツポツですね、授業案内の意味も兼ねてですね、そういう映像も挙げてたんですけども、新しいチャンネルの方はですね、ビジネス寄りのことを語るようにしています。学生の皆さんからしてみたら、特に高校生中学生なんかはあまり興味ないのかなというふうに思うんですが、例えば組織論、心理学、経済学、マネジメント経営学に近いところで、これは分野とかですけども、都市計画に関わることとか、あるいは新しい産業ビジネスっていうことで、いわゆるモビリティビジネスとか、あるいは僕が今中心に学んでるですね、データサイエンス、もともと僕はですね、金融工学っていう分野が専攻でして、機械学習のマシンラーニングの一分野になっている、古典的な機械学習、つまり時系列解析や PCA 主成分分析などが中心としてあったりするわけなんですけども、僕は時系列解析をですね、もう20年前の学生の時点で勉強してたんですよね。というわけで下地はもともとあってですね、それで改めて今はディープとか、あるいは分散処理、アパッチスパークとかフリンクとか、そういうものがあったりするわけなんですが、分かる人は分かると思います。そういうことを勉強しているので、学生の皆さんに対しては、AI って言っちゃった方が早いですけどね、僕は AI ってことはあんまり好きじゃないので使わないんですが、そういった分野の映像も上げるっていこうかなというように思っています。で、そのチャンネル開設した当初はですね、旅行の映像をなんとなく上げてたんですよ。有馬温泉とか、あるいは箱根、ちょっと熱海に行ったりとかしたんですが、この年末年始ですね、これからもそういう映像も上げていこうかなと思っています。場合によってはその好評であれば、少しずつそういう映像を増やしていけたならばなというふうに思ってるんですが、基本的には撮りっぱなしです。僕凝った映像とか映像編集する時間っていうのはないので、ただ今撮ってるカメラなんかも実は一眼レフなんですが、スマートフォンよりはクリアな映像も撮れれば、そういう意味では鮮明で飽きない映像は撮れるのかなと。特に旅行とかね、外出先の映像なんかは、その辺はジンバルもあります。結構ね、機材、ちゃんと揃えようと思うと高いんですけどね、値段はいいでしょう。というわけで、そういうチャンネルにしていこうかなと思います。COC の方はこっちはこっちで、何でしょうね、今ちょうど不確実性によるショックで、ウイルス騒動ですよね。で、リモート勤務とか、そういう話を扱っています。あるいは学校だとオンライン授業っていうものを改めて、もう今急展開で急ピッチで、導入しようという方が、教育関係者、事業関係者や学校関係者が多いという中で、この COC はもう10年以上前からずっとやってきたわけで、ある意味フロンティアなんですよね。で、数は少ないながら質的にはもう最高水準の結果を出してきたので、そういう意味では、今後向こうのチャンネルこっちに出すかわからないですけども、ちょっと教育機関のコンサルティングとか、そういう話も映像として話題に出すかもしれません。仕事の依頼も来るかもしれません。参考までですね、そういう話もちょっとしておくと、実はですね、非公開の、その YouTube でその一般の方が見られる公開している映像っていうのは、現状200とか300ぐらいでしたかね、ちょっと数えてないんですけども、あるんですが、授業の映像ログっていうものも、実は取りだめてきておりまして、この17年間。YouTube に上げたのは10年前ぐらいだから、10年間でかな。実は5000本ぐらいあります。ただ、これはプライベートな情報を多分に含むので、おいそれと外に公開できないんですけども、この映像をですね、見ていらっしゃる教育関係者の皆さんがいらっしゃれば、コンサルティングをする上で、参考に非常になるリソースになるかなというふうに思っております。もちろんその場合はですね、学生の、あるいは、その受講生の許可を承諾を得た上でということになりますが、
まあ、そういう話もありますので、まあ、ご興味ある方はご相談ください。まあ、垣根なしに10年前からやってるのは、ずっとこれ一本でやってきたっていうのは、まあ、僕ぐらいじゃないですかね。まあ、後続で大手の予備校とか受験塾が、あるいはその家庭教師の類の業者、派遣業者の類は、まあ、そういうのもあるよっていう感じで、なんとなく続けているっていう方はあると思うんですけども、もうこれ一本でっていうのは、この COC ぐらいしかない。しかも、これで、まあ、IB リーグの出身者、合格者なんかを出したっていうのは、まあ、多分、日本では この COC だけだと思いますね。なので参考になることも多いと思います。ただし、まあ、ただではやりません。これビジネスですから、まあ、独自の知見というものがたくさんあります。ぜひ声をかけてほしいなというふうに思います。今回の映像は新しいチャンネルを開設しましたと。でそちらでは、まあ、主にビジネスより、あるいはそのデータサイエンスより、まあ、あとは新しい産業ビジネスに関して全般的に扱っていこうかなというように考えているというご紹介の映像でした。